はい、どうも、こんにちは、こんばんは、沖縄おばばです。これがね、今日のメインチャンネルの最後の配信になります。まあ、何度もね、私これ言ってるんですけど、小鳥さん危ないですよっていうことを何度も言ってます。はい、えー、まあね、え小鳥さんの C の E の O がねえ、変わったっていうことありましたよね。はい。 えー、マスクちゃんの代わりに別の方がね、そう、あの方です。あのね、ウォーケーツアーをね、えー、キャンペーンのね、え温、ー、度をとってた方が、あ今度 CEO になったということでね。はい、えー、まあ、それは置いといて、えー、実はですね、えー、マスクちゃん。はい。マスクちゃんね、すごいこと言ってるんですよ。はい。えー、例のね、 まあこれね、えー、あれなんですけど、まあちょっと憶測も入ってるとは思うんですけど、この、この記事ね。えー、マスクちゃんなんですけど、マスクちゃんね、なんで、えー、小鳥ちゃんを買い取ったかっていうことに対してね、えー、いわゆる、A の愛さんですね、A の愛さんのね、えー、テストの場にするためだっていうことを言ってたんです。はい。 これだけ考えてもね、ちょっとね、やばいなーっていう感じはしますよね。はい。えー、それに加えて、えー、アメちゃんのね、えー、あの、例の、食品なんちゃら曲ですね。F の OD のね、なんちゃらというね。あそこが実は、 ああ、このマスクちゃんのね、はい、いいのロ、論ン,ロンのね、マスクちゃんのとある計画にゴーサインを出しました。はい。何の計画でしょうかあのね、ニューのラのリンリンのクーというやつです。はい、申し訳ないですね。こういう言い方しかできないんでね。ニューのね、ラのね、えー、リン、 クーですね。はい。いわゆる、うチップップーですね。チップップーはい。そのプップーをね、えー、いわゆるブレインの中に入れちまおうっていうあの計画でございます。はい。ブレインの中にね。はい。これ実はね、もうお猿ちゃんでやってるんですよ。はい。 おすら、お猿ちゃんでやってます。はい。で、この結構お猿ちゃんの大部分が4してしまったっていうことを私過去のね、えー、記事で、えー、知りました。はい。今度この F の D の、えー、なんちゃらですね。はい。えー、これが許可したのは人間にこのね、えー、地のね、プップーを埋め込むことを許可しました。 はい。つなげちまおうぜってことですね。はい。ブレインと、いわゆるね、えー、コンのピューターですね。これをつなげちまおうぜということで、F なんちゃらはね、人へこれをやるということを許可いたしました。うーんですよね。はい、えー。始まりましたよ。トランスのね、Q のまんまんの計画が。 なのでね、まあ、マスクちゃんですね。この人が使ってるね、え持っているね、持ち物ですね。はい、えー、小鳥ちゃんなんかはね、ちょっと危ないんじゃないかなって思うのは、まあ、そのせいもあります。はい。とうとうトランスのね、ヒューのまんまんですね。こちらの計画が実行にね、移されてきますよということです。 うーんですね。これね、いろいろね、私本当にね、あの、考えることがあるんですけど、例のね、例のでね、こう、いわゆるいろいろなものがありますよね。こう、いろんなことが出てきましたよね。はい、あの、目がおかしくなっちゃったとかね、体がおかしくなっちゃったとかいうね、えそういったものが出てくるわけですよ。 で、ここにね、その、チップップーが出てきてね、はい、プップーが出てきてね、はい、あのー、改善できますけど、これでって、どうか、あのね、こう、ね、ブレインにね、埋め込めばね、あの、神経回路をね、この、コンのピューターが動かしてくれてね、えー、あなたの動きを改善してくれますよ、とか、なんとかね、 えー、そういうことが起きそうな気がしてきます。はい。わかりますよね。はい。まあ、4しないでね。はい。4しないで、こう、ね。えー、なんとかこう、具合が悪いながらもね。えー、頑張ってらっしゃる方々に対して、そういうね。 えー、悪まんまんのやきがもしかしたら来る事態になるかもしれません。はい。これ、ね、何と言ったらいいのか。えー、実はね、まあ知ってるんですけど、これね、えー、マスクちゃんがね、やる前に実はね、C の A のね、あれとか、 あとね、えー、いわゆる、あのー、五角形ちゃんですね。はい。五角形ちゃんで、こういうことが、実はもう、じ、テスト的にね、テスト的に、えー、行われているっていう話は結構聞いてます。はい。ただあ、噂なんでね、実際に見ているわけではないんでね。はい。そういうことです。なのでね、皆さん今後ともね、 注意してください。はい、小鳥ちゃん。何かこれね、繋がってます。あの、情の方法をね、集めるのと繋がってます。そして、えー、まあね、そういった、ああ、ね、悪まんまんのやきが、えー、それを通してね、えー、されるっていうこともあり得るかと思いますのでね。 皆さんお気をつけてください。本日の配信はね、ここまでとさせていただきます。皆さん今日も一日お付き合いいただき、本当にありがとうございました。心から感謝申し上げます。また明日もね、元気なお顔で皆さんと会えることを楽しみにしております。沖縄おばばでした。はい。